はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイ。というわけでね、やばいわ、録画スタートしたタイミングでフルボッコにされててね、画面止まってるのに殴られる音だけ聞こえるっていう、もうドッキドキスタートでしたよ、私の中で。でだ、で前回俺はアクスをなくしたんですよ、どっかで。そのアクスを今探しに来てるんですけど、どこだっけ、このチェストじゃないってことはここじゃないんだよな。どこだ、俺捨てちゃったのかな完全に。でここはスルーした、なんでここ行った、ガンショップだね。ガンショップの前で、ガンショップの前でないね。あ、俺これ明らか俺捨てちゃったやつだな、どっかで。そしてこいつかわいそうにまだ走ってるよ、誰も助けてあげないからな。マジか、ロストしたけどツールショップで拾えてよかったね、ほんとほんとによかった。ちょっと私が叫び出すところだって、よかったよかった。いやー、ほんとやばい、ほんとやばい。で今回はどこ行こっかな。そしたら多分この街回りきったもんね。この街もう一箇所どっか漁ったっけ俺。いや漁ってないよな。ツールショップないのかな。ワークベンチ、ワークベンチこれ以上増えてもな、多すぎるもんな。とりあえずトレーダーがいないならこの町に用はないわ。あ、お腹すいた。お腹すいた、リアルの方お腹すいた。そして喉渇いてるね、水飲んであげなきゃ。やーべ、ゾンビに囲まれてる、やだやだ。マップ見たいんですよ、とりあえず。なんかあっちに光ってんのがあるの、なんか。なんだ、気のせい、気のせいだね、多分。なんかバイクの光が反射してただけっぽいです。とりあえず、どうしようかな。ここ行ったらあっちに行くよね、絶対。あ、ないかも。こう行ってるかも。これ行こう。よいしょ。で私ね、血を飲もうと思って、これ邪魔だから。うおほー、めっちゃ早飲みやん。ごくごく。そういえばこれ飲むスキルって早くなるんだっけ、これ。サーストデグレーションだから喉の渇きが 10% ゆっくりなるよってことだね。で、どうだっけ、薬、これヘルスゲイン、そうだね、あんま書いてないね。であとこのトレジャーハンター、これは私あの漁る直前に取りたいと思ってるんでね、その時に取ります。もう忘れちゃいそうだから使っとくか、使っとこう、比較しようがねえもん。え？トレジャーラディウスしかないじゃん。しかもラディウスあるんだね。9ってことは、9マス以内にトレジャーあるよっていうのがわかるんだ。最初何だった？ 11 ぐらいだった？ 5まで減ったマックス。いいじゃん。145ポイントある。何これ？あ、これ取りたい俺。次いくつ？次60だって。ここまで取ればね、多分スタミナもほぼ無尽蔵にならないね。まだだね。もっと先だね。とりあえずこの道に沿っていけばいいのかな。相変わらずトレーダーさんおらんな。まさかこのマップトレーダーさんいないとか。そんなわけねえよな。いや、一人しかいないわけねえし。そんなわけないわ。
絶対いるって。あ、なんかここいそうじゃない？適当適当すぎだわ。どう見てもいそうじゃないわ。いなさそうです。めっちゃ登っていくもん。謎なぐらい登っていくもん。何あれ？あ、今いいね。なんか城壁に見えた。城壁っぽかった。あれ道があるね。これ城壁っぽかった。かっこよかった。あの道ちょっと上がってみたいな。なんか高いし周り見渡せそうだし。あー、そこまで高い。うわバカ。大丈夫、この高さでは死なんわ。よいしょ。どこだ、なんだこの家。ただの家か。この家に続いてたのか。いらんね、降りよう。うわバカバカバカ。セーフ。もうダメもうダメ。うわうわうわ、あぶねえあぶねえあぶねえ。もう俺一番怖いの。ゾンビも怖いけど坂道怖えよ。ここだっけ俺方角合ってる。どこにどうなるんだろうねこの道。どういう処理のされ方をするのかこの道は。え、あーなくなったかと思った。そう、急に切り返していくんだね。右に街があるのにキュイーンっつって。ほんと最近バイクで街を漁って歩く状態だね。まあいろいろアイテム拾えるからいっか。よいしょ。あ、やっぱこれ街行くんじゃねえの。じゃあなんかないの。この細い道の先にトレーダーあったりするからね。なんだこれ、どうなってんの。爆発する地面これ違う。どうだろう、分からん、分からんし登れないし。あー登れねえこれ、登れねえ。うわうわ、あらら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 。あ、いいじゃん、ちょっとびっくり。これ集めよう。え？食べちゃう。え？え？マジかよ、おい。言ってやるよ、俺。そしたら。豚さんが痛いよな、これ。かわいそう、大丈夫か。え？別の出口に繋がった。ないんかい。ないんかい。期待して損したわ、行こう。道もいいわ。よし、大通りに帰ろう。トレーダーさん出てこないかな。もう何回ここじゃねって言ったかもわかんないよ。今度こそここ？なわけがないな。これなんだよ。あ、これキャンプ場じゃん。危ない危ない危ない。ゾンビいっぱい来る。ゾンビさんもうね、いいです。あれは？あの家、あの家、フォージの家。フォージ俺前溶かしたしもう。うわぁ、こっちか。まさかのこっちにつながるか、こっち行こう。こういう感じだったか。なるほど。いや、いいつなぎ方だと思います。そして次にここまっすぐ行って、まっすぐ行って道なくね。あ、これ道だ。え、この道やばくね。あ、大丈夫だ。
大丈夫だ。この道で合ってんの、まず。合ってるっぽい。どうよ、この島。山じゃないね。ダメだね。え？スルーしちゃうの？スルーして次の島に行くっぽいです。この先に山があって孤立してたら最高だけどね。ちょっと長いかな、モンサンミッシェルに比べたら。あっちなんか、建物ありそうですね。あ、これさっき来たとこじゃないこれ。違うな。こっちなんか建物ありそうだよね。十字路みたいなとこが見えた気がする。うわうわ。びっくり。よし。もう行かない、あっちは。危なそうなとこ行かない。あー！すげえでけえ、この、これ。無理だけどね。こんなにでかいのは無理だけどね。あー！あー、この感じ。この感じでモンサンミッシェル作りたかったかな。城壁とかめっちゃ似合いそうじゃん。残念ながらこれ島じゃないけどね。もう島じゃない、陸だわ。でもこの感じで作ったらかっこよかったな、絶対。この内側とかにね。あ、やべえじゃん、これ、マジで。城に駆け上がる道じゃん。両脇から攻めてみたいなね。これが島じゃないのが残念だわ。めっちゃ右に繋がってたし。つか、どんだけ上がってくんだよ、これ。あっち、町あるね。島じゃないのは残念だ、これ。陸だわ、陸。とりあえずあの町行きましょう。お、びっくりした。ちょっと時間見てたら。あ、今俺、あの車にぶつかってなかった。俺、時間見ながら墜落死してたかもしんねえ。やばかったな。よかった、あの車って。ちょっと前かがみになって時間確認してたんですよ。大丈夫だよねーって。どうよ、どうよ。来る？来る？きっと来る。もうなんか混ざってる。どこだ？あ、なんか上がってない？ちょっと違うところに来ちゃったかな。大丈夫っぽい。大丈夫。大丈夫。心配ない。お、バンクだね。行かないけどバンクです。で、警察署があるの、あっちに、右に。これは？あ、これあれじゃん。ブラックメイサやん。え、街中にあんのこれ。え、街中にあんのこれ。うわ、ゾンビめっちゃ湧いてきた。え、嘘。え、じゃあ俺さ、今までさ、スケートリンクと勘違いしてスルーしてたかもしんね。あ、マジか。ちょっと待って。マジか、マジか、マジか。インベントリー。あー、こういう時に捨てるのが俺、まずい。まずいんだよ。そういうのことやるから、俺は、アックスをなくしたんですよ、多分。あの癖やめよう。捨ててもいいやつを捨てよう。ねえ、それだったら大丈夫だから。こんな感じで、これ持って歩く。よし、行こう。ブラックメイサースタミナの消費がえげつない。食べ物お腹いっぱいだよね、多分ね。うん、お腹いっぱい。さっき血たくさん飲んだもん。血たくさん飲んだもん。これブラックメイサー普通に入れる気がする、これ。あれ、これ本当にブラックメイサーで合ってる？なんか違うくね？なんか前もっと危ないゾンビいっぱいいたよね。気のせいかな。こんな感じだっけ？
そういえばあのね、ライトあるじゃないですか。ライト忘れてた。前もライトあったよね。あのライト分解とかじゃなくて壊せば回収できるらしいです。それをし、あ、やった、いらねえ、スクラップにしてくれるかな。イベントに持てないんだよ。どうしよっかな。ゾンビいっぱいいるんだよな。で、とりあえず記憶によればこっから降りれるっていうね。だとこっちの下にあれがあるっていう、ツール、ツールじゃねえ、はしご。こっちの上にもなんかあったな、一個。あ、死体か、あったのは死体とカバンだ。あー、マジやめてくれよ、嫌がらせだわ。入る前からインベントいっぱいじゃないかも。ヘルメットはくっつけるけどさ、これ道行ったらどうなんの。あ、行ったら上がれるってだけなんだ。ケミさん頑張ってるっぽいけどな。どこだ、どこで頑張ってるんだろうね。やっぱ鉄やん、鉄じゃない、なんだ、土類えげつねえって思った俺。こんなにスチールをふんだんに使った施設があるなんて。ここ絶対さ、他のゲームだったら戦場になる場所だよね。絶対敵ゾンビがいっぱいわっさわっさやってくる場所だよ、ここは。大側のパース出ちゃった。持ち帰るしかねえ。大側のパース出ちゃう、しかもいいやつが。オーガーのパーツはね、必要です。オーガーのブレードの方は、あれなんですよ。作れるんですよ。オーガーのパーツは、確か作れないんで。やべ。やばいよ。ゾンビの声がしまくって怖いんだけど、そこら中でゾンビの声がする。見てほしい。そして火薬が意外と出る。あ、ここに来たかも。早いな。そうかそうか、ここかも。どこだっけ、行くの。どっか行くべき場所があったと思うんだけど、さっきのショットガンのパーツがね。そうじゃないんだよな。今のいいじゃん。うわー、19だって。22の19だって、めっちゃいいじゃん。ウェア、スクラップ、違う、リード。よいしょ、うん、いいじゃん、リード。スクラップ。これまた帰るよね、多分。あれ違う。違う場所に出ちゃった。あ、そう、ここ。ここ来たかったんですよ、多分。お、いいね。あ、ここじゃねえな。ここじゃねえけど、こっち行くか。え？ちょっと待って、ちょっと待って、これなんだ。ちょっと待って、ここどこだ？ちょっと待って、ちょっと待って、今のところどこだ？あれ？ちょっと待った。ちょっと待った、マジで。
俺が知ってるハッチと違うくね。あ、ここの上ハッチないんだ。なんだそういうこと。そういうことか。いや、それならいいです。で、ここにゾンビが掘った。あ、なんかゾンビじゃないのかな。松明がある時点で人が掘ったのかな。ゾンビっぽいんだよな。アンロックドでーす。使おう。使って使っての。よいしょ。でもアンロックでーす。もうね、弾がね、ゴミでしかない。火薬取り出せればいいのにね。火薬取り出せれば最高なのに。ダメなんだよね。ガンスミスのスキルが上がったら火薬取り出せるとかないのかな。これ26。あ、めっちゃ強いこれ。あ、これめっちゃ強い上や。パンツかよ。あ、強いじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。じゃあいいよ、もうこれ。お前1800するけど、もう仕方ない。捨ててこ。おお、サングラスね。かっこいいよ。かっこいいよ。かっこいいよ、マジかいい。やるしかないじゃん、ここでやろう。とりあえず、あさるだけあさって、もう1個ある。違う違う違う、もう1個ある。やっぱブラックメイスはすげえのかな。ドロップ、俺絶対さ、ドロップってなんか偏りありますよね。そこ特有のドロップとかあんのかな。ここおかしいじゃん、この、なんていうの、これの出方が。安いし。どこだっけ、これじゃない、こっちか。あれ、ちょっと、ここなんか入れよう。違う、取らないと。よし、来た。もう誰も文句言えない、これ。やっべ、買ってー、ウェア。イエー。そしてヘルメット。暗っ。そりゃそうだ、そりゃそうだ。ヘルメットウェア。あとなんか合体できるの持ってる？持ってないよね。これでいい、これでいい。よし、ハンマー。アンロックでした。あ、ここ通れねえ。センスが今来た。ん？ここ俺来てるな。そういえば俺忘れてたな、一箇所行かないといけない場所があるんだよ、どっか。どこだっけ、どっかの横だよね。ここかな、多分こっち側だ。ここだ、ここ多分。アンロックだって書いてる。ここですね、多分。あれ？こっから俺来たね。こっから来たね。実は、あー、ここの上だな、そしたら。ここ、ここ。あ、本棚がある。よいしょ。リードして。ゾンビ来る？大丈夫？大丈夫だよ。よいしょ、ここですよ、ここ。で？ここを壊したい、俺は。でも俺、こっち壊そう。コードが来てる音するよね、外。ここ壊したかったんですよ、前。でも諦めたんですよ、硬すぎて。今の俺の装備だったらいける。
ここ絶対地雷とかありそうだよね。あ、登れる。これ本当にこっち壊してよかったのかな。本当こっちの方が早かったりして。どうだったんだろうね。もうわかんないね。とりあえず目の前のやつはもう壊して捨てよう。俺は通るためにこれ壊さるぞよ。いない。壊さなくても良さそう。ゴミはぁ、あ、ちょサプライ無理だから俺こっから出れねえから。囚われの身だから俺見えねえ。サプライサプライなんてなかったんや。飛行機見えなかったし。飛行機見えなあったー。この方角、うーん、雪山との間だからここら辺だね。本当にここら辺、俺の予想ここ。極めたら行くか。これ上上がってみたいけどさ、超過程じゃん。何発投げればいいんや。これは過程な。でも上がってみたいよねみんなね。しかもこれさ、俺このドア気になるのが壊れるのかアンロック度になるのかちょっと気になってる実は。あれ俺ボルトドア壊したことあったっけ。でも今までずっと避けてきてるもんね。一回壊してみましょう。アンロック度になったらちょっと嬉しいかな。でも壊れそうだよな。これで俺アンロック度ってなってたわ。泣いてたわ。前ドア壊した記憶あるし、アンロック度。アンロック度。はい、来たー。もう一発だ。ウッホー。これで地雷とかあったらマジアウトだよね。マジマジ。殺意しか感じないよね。インベントリー開いてねー。もういらねえ。壊してみようか。手に入ったライト。壊すんだ。コメントいただいた通りですよ。壊したら手に入るよっつってた。確かに壊したら手に入った。というわけでどうしよう。もう今回24分やっちゃったんでここで終わりにしましょうか。で次回はインベントリーが大変なことになってしまったんで、いらんのを拾ってしまったし、ゾンビいっぱい来るし、もうやだーやだー。倒してないし今のゾンビ、今のも倒してないし。うわっ、ビビったビビったビビった。なんでだ、スタミナ不足か、それともこの武器が弱いのか。そういえばさ、スパイククラブ出ないよね。もうドロップしなくなったのかな、強すぎて。さすがにそんなことないかな。見てない気がするな俺。中に火薬の塊を俺置いてきたな。まあいいや。もうこれツール台いらなくね。めんどくさいよね。あれ？あなた多かったっけ、あなた。うそやん。目の前だし。顎に当たったし。これ捨てて、これもなんかどうにかならないレシピ。ないなぁ。火薬こっちにあったん。あるやん。何時？ね、まあいっか。
よし、というわけで今回ここで終わりにしたいと思います。よろしかったらチャンネル登録してくれたら嬉しいです。あと動画の下の説明欄にプレイリストありますので使ってくださいな、お願いいたします。というわけでここで終わりたいと思います。次回はね、この街をもうちょっと探索します。もしかしたらトレーダーいるかもしれないし、多分いないですご視聴ありがとうございました。セシカでした。そう、2500人ありがとうございます。当選動画のやつも確認してください、もし見てない方がいたら。セシカでした。